教えていく、伝えていく、要はもうメッセンジャー的な、そうですね、それを、まあ、すごく意識してる、やってはいますね。意識してやってるか結な。局なんかやることはメッセージじゃん、絶対に。そうなんですよ。僕、DJ って言い方は僕はあんまり個人的に好きじゃなくて、僕自分で、テクノとかハウスじゃないDJ イベントを売ってるんですけど、ロックとか、ブラックとか、まあ、電子音もやるんですけど、クラウトロックとか、ああいうのもやるんですけど、ビザールライドっていうイベントをやってるんですけど、ビザールいいね。ビザールライド、ファーサイドのセカンドアルバム、ヒップホッファープサイドのセカンドアルバムは、もうファーサイドいい。ジェットコースターのジャケのやつ、あれがビザールライドってある。ビザライドかあれ。俺あれ一番好き、そうファーサそう、イド。俺も好きなんですよ。で、それが好きで、もう一人相方がいるんですけど、彼と、まあ、俺らが好きな音楽って、まあ、変なノリじゃんっていう感じで、そういったところでそこから引用して使って、まあ、でそのイベントはそうですね、まあ結構、まあ、何話そうとしたか忘れちゃったけこっちも分かんない。何の話？ビザールライド。ビザールライド、そうそうそう、どういうつもりで。ビザールライドは、まあ、思い出したら言います。 ちょっといろいろ言いたいことが。 DJ っていうのが好きじゃない。あ、そう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 。DJ っていうの？ DJ って言い方が好きじゃない。あ、そうだそうだ、それそうそうそう。でファーサイドすがげえね、ありきがてっとう。つって。すげえありがとう。ごめんね。酔っ払っちゃってる。俺 DJ って言い方好きじゃなくて、このイベントではミュージックメッセンジャーって言い方してるんですよ。DJ じゃなくて、もうフライヤーにもミュージックメッセンジャーで誰誰誰誰誰誰って結構こう打ち出してるんですよね。ライターも作ってるらしいんですけど、ビザもういいじゃん。メッセンジャーって言ってやったみたいな感じ。アートブレイキドラムのエリジェネの、アルバムで、アートブレイキのそのタイトル「アンド・ザ・ジャズ・メッセンジメッャセンジー」ってあるじゃないですか。そこから そこにも来た。 そうアーでトブす。レイキいいね。そこから来てます、これは。そう、じゃあ結構音楽をやってる人、表現する人はメッセンジャーじゃなきゃいけない気がしてるんですよね。絶対まあそうでしょ。自己満でもいいとは思うんですけど、僕はどちらかというとこうメッセンジャー的な方でいたいかなとは思います。まあプレイスタイル、だからうまい下手ってあると思うんですけど、僕はこの年になってあんまそこは意識してなくて、どうこう感じてもらえるかっていう。それはイベントを作るのも一つの僕は表現だとも思うし、DJ も表現だと思うし、ライブも表現だと思うし、それって表現する以上は伝わってもらわないとね、やりがいが そう感じられなくなっちゃうから。 DJ のが特に難しいよね、そのメッセージ性っていうのはさ、なそうかなですか表ね、現の形として難しいじゃん。人の曲を使うことが前提なので、やっぱりその なんかサンプリングで、例えばヒップホップのトラックでワントラック作ろうと思ったら、まあ、キックとハイハットとスネアとみたいな上物、まあ、サンプリングでとかいろいろあると思うんですけど、まあ、それで要は他の、まあ、ネタから引っ張ってきてその構築するのが1曲だとして、その DJ ってその人の曲かけるじゃんっていうかも、そのあんまり知らない人からすると多分そうなんですけど、実際その曲と曲、まあ、どんどん連なって、トータル例えば、まあ、1時間プレイしたとしたら1時間で1曲みたいなもので、まあ、5分のトラックのその構成する要素と、その結局キック一発が1曲だと言わないけど、結局いろんなものが組み合わさって自分のその頭の中にあるイメージを掛け合わせて、そのストーリー性やっぱりできるから。それって僕あんまり DJ ってそんなにプレイしたことないんですけど、いざやってみたらすごい難しく難て、しいでしょうね、絶難しいですよね。その結局その今の自分のモードを表すっていうか、それに終始しちゃったりと対。か。そうなると思うな。俺も今、なんかその例えば DJ やるってなったら、それになっちゃうよね、絶対。なんかもうどんどん高まってきたから、もうこれ好わーきみみたいたいな。な、なっちゃうじゃん、絶対に。それじゃ人は多分感じ取れない。ある程度噛み砕いてあげないと多分 DJ だったら難しいのかなみたいな。で、それももちろんそうだし、そう思うんですよ。でもそっちに寄せすぎると、今度 DJ 自体がつまんなくなってきちそうゃうだんですね。よ。だからいいバランスを、
バランスの取り方が難しい、ね、結局やる以上は好きな曲かけてないたいのも本音だし、そうだ、ね、自分が楽しくなるからね、そうです、うん、ライトしないでしょ、そうだからもうこれは一生の課題なんじゃないかなってなんか最近、うんうんうん、思ってますね、うん、まあ絶対そうだよね、常にやっとかなきゃいけないし、うん、まあその音楽とかに携わるんだったらね、うん、意外となんか結構な確率でさ、なんかあんまり音楽聴かないでミュージシャンって、そのバンドマンとか特にそうなんだよ、なんか、でも何それ、それも知らねえよみたいな話がいっぱいあって、うんうん、人によるんだけど、やっぱそういう人の音楽ってあんまなんかピンとこないし、うん、なんか全然違うなみたいな、うん、なんか知ってることの中で処理しようとする人っていうか、そのなんか結局特定のものばっか聞いて、なんか近親相関みたいな、そうなんか何もその新しいエッセンスとか、まあ別にね、その古いものが必ずしも正義でなければどっちがってわけじゃないと思うから、いやその通りだよね、でもだからそういう人もすごい減ったよね、なんか昔はなんかジャンルごとのなんか別に敵対心はないけど、同じ例えばダンスミュージックでも、まあテクノ聴く人はハウス聴くけど、例えばもうダウンビートだったらもう聴かないみたいな、でももう今だったらそのちょうど BPM がまああの交わる接合地点以外でも、まあ例えば購買数ではめていったら面白いとか、そういうところからその違う成り立ちのものにも聴く耳ができたりとか、まあ、曲の中で使われている例えば、まあ、ハット代わりにノイズが入っていれば、そのノイズのそのなんかフェチズムみたいなのが分かって、まあ、ノイズミュージックも聴けるようになったりとか、なんか昔よりもその境目がやっぱり、うん、もうずっと前からだと思うんですけど、そうね、テクノだけ聴いてはいいわけじゃないからね、きっとテクノ作る人も好きな人もね、そうですね、テクノ聴いてる人ってロック好き多いイメージなんですよね、成り立ちがそうだからね、多分ね、きっとね、遡っていくとね、ハンマービートが一番最初、そうですね、なんだろう、サンプリングもするでしょ、今ノーサンプリング、あ、そうなんだ、もともとずっとサンプリングやってたけど、まあでもサンプリングも結局咀嚼して、やっぱりそのもいちゃば変な話、まあ、全然かけ離れたとこから引っ張っていきたいっていうのはやっぱ、まあ、あって、例えばノイズ聞いてノイズ作りたいとかじゃなくて、まあ、変な話、まあ、フォークとかアシッドフォークとかをサンプリングしてヒップホップ作るとか、なんか全然違うオルタナティブなそのピックアップの仕方じゃないと、そう自分の表現っていう風にならないんじゃないかなって、一応その制約みたいなのあるから、まあそうね、そのサンプリングもうまいこと導入できるようになったらいいんだけど、ただサンプリングの病じゃないけど、その曲を聴いてて素材としてすごいあるじゃないですか、そうなるともう曲が素材になるから、その曲が好きっていう自分をが楽しみ役なんだよ、そう、それがちょっと嫌で、だからもうちょっとまあ、一つ飛び越えたところで、ピックアップできないと、その曲をもう繰り返し聴いて、そのどこピックアップできるかってことを考えて、でやっちゃうと、もう使い古したものになるっていうのは嫌で、だからまあうまく付き合えるようになったら、そうね、悩ましいよね、悩ましいっすね、そうそうそう、なんかよくサンプリングもするけど、やっぱりなんかそのサンプリングしようと思って聴いてはいないから、絶対それやるとダセじゃん、多分なんかちょっとずるしようとしてるみたいになっちゃう、純粋に楽しめてないのも嫌じゃん、好きだからこそなんかこう、あ、これすげえいいからこれ組み込みたいとか、なんか聴、いてる中でってあれですね、聴いてて、あ、ここいいじゃん、ここピックアップっていう風にできればいいんだけど、曲を作る、あ、素材を求めてる、そのだから音楽聴く抜くっていうのと、なんかすごい横島な感じがしちゃって、なんかずれてるし、ずれてるずれてる、俺もなんか作ってみたいなとは思うな、すぐできるでしょ、そんな音楽知ってんだから余裕でしょ、教えてもらえる、いやもう教えられるのかな、その楽しみ方ってまあそうですね、こう楽しんでください
ていうあれはなんかない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 やっぱ必要ないと思う、うん、そなんかあっちゃダメな気がする、うん、もう完全にもうアップトゥーユースタイルっていうか、うん、それでもうあなた次第ですよっていうところで、うん、だからそこをやっぱ強化したいんだよね、なんかいや表現する立場の人間としてなんか作品を出したりとかね、表現したいことをさこう出すじゃん。でまあ受け取り方は何だっていいのね、うん、だけどそこの受け取るまでの中にもう届かなかったりすることなんだよ、うんうん、それってなんかすごく難しくて、届けようとするとなんかチープだったり、ねうん、ありふれたことになるとやっぱ哲学に反するから、うん、それはしないわけでしょ多分、アートをする人にも、ねうん、しちゃダメだし、うん、そんなものはもう絶対に受け取れないから、うんそこら辺がすごいちょっとなんかやっぱ難しいところがあって、うん、だそうなってくるとやっぱ考えることっていうのはやっぱそのまあ表現する側の人間だから、その受け取る側の人をこうナビゲートしたりとか、うん、そのダサくならないようにね、もちろん、うん、するのがすげえ大事だなっていうのがレーベルとかやって思ってて、その普通の一アーティストの時とまあレーベルと分けちゃうんだけど今ね、うん、その時やっぱ考え方が全然変わってできて、全然まあ基本は一緒なんだけど、なんかそのね運営だったりするのと、イベント行って楽しむのじゃ全然違うじゃん、うん、そこら辺がなんかでもさ、や2つの今やり方を知ってるわけじゃん、運営する側、うん、それを楽しむ側の知ってるわけじゃん、うん、そうするとやっぱなんか強くなれる気がするんだよね、なんかそのこっちを知って、もともとこっちじゃん、うん、絶対誰しもが、ねうん、一番最初のスタートが、でそれを経験して、うん、こうこっちに上だってなんだってする側になるじゃん、そうするとなんか考え方変わってくるじゃん、やっぱ、うん、なんか届けなきゃいけないっていうさ、うん、なんかその自分のこの LD プ通してそれを見て感じてもらって、うん、で自分からこうそっち側に立ってやってみたいっていう人が、うん、若い子が増えたら嬉しいなっていうのもあります、うん、そうそう、それすげー多い、あると思う、それそのためにはこのカルチャーの凄さとか、うん、これだけ人の心を動かすことができるものなんだよっていうのをうまく伝えることで、そういう人たちが今どんどん減ってると思うんで、逆にこう増やしていけたらいいなって、もうせっかくこのカルチャーにで生かされてるから、そう、ね、そう、生かされてるね、生かされてるからすごいここに貢献じゃないけど、なんだろう、こう恩返しでもないけど、なんかそういうものはしていきたいなとはやっぱ思うし、残していかなきゃいけないもんだし、もともとね誰かがやってて授かったわけだからね、そうなんですよ、何すぐにしてもさ、うん、それ意外となかなか伝わらないじゃん、言葉では言い表せないものな気がしてるんで、それをだから体感してもらえて、そうそうそう、そう、それしかない、ないよね、だってエクスペリエンスしてもらって、そう、まあでもそんな気がするんですよね、よく、うん、なんとか聞けよって言われてうざけんなってなるじゃん、なんでそうじゃん、なんとか聞けよって言われて、うん、そんなもん聞いた覚えないし、うん、もう自分からなんていうの取りに行かなきゃいけないことだから、うん、そういうものに関してはね、うんうん、やっぱそういうのをなんかそれがいいんだよっていうさ、うん、なんていうの考えだったり何だったり行動だったりをさやっていくことが大事じゃん、やっぱ、うん、こうこっち側の人間になったからにはさ、うんうんうん、そこら辺がなんかねうまいことできるといいなって、これ、うん、そうですね、まあ、やっていく上でね、うん、いやなんかこうなんだろう、本当に今イベントって多いじゃないですか、うん、1個のキュレーションサイトがあって、それで、うん、あ今日ある行こうみたいな、うん、まあそれもまあ一つなんですけど、うん、取りに行くっていうところ、うん、その結構意識的にこう探していく動きも、うん、作業も、うん、オーディエンスの人たちにこうしてもらいたいなって、うん、なんか、うん、まあ、思いますね、まあ、選んでもらわないと ね、うん、まずはね、まあそうですね、やばいコンテンツはしっかり揃える、うん、こっちは揃えてるつもりだから、うん、その中のなんか僕らを探し当ててほしいとかいう、絶対俺らもそうなんだよね、その開けた感じな、オープンな感じなイメージが多分ないと思ってて、うん、今やってることはね、うん、でもそれって別になんか悪いことでもないし、うん、今までなんか自分がねそのアートだって何なり接してた時に、うん、別に見つけたしって思ってて、それ勝ち取ったものが真実だから、勝ち取ったって言ったらまあ提供されたものをただ聞いてるだけなんだけど、そういう人たちがやっぱどんどん増えていってほしいっていうね思いがあって、うん、もう今もう年齢がどんどんね上がってる
エルディープも、うん、まあそうだね、ダンスっていうクラブミュージック自体はそうだね、そう、ね、客層はね、あの EDM っていう音楽が今すごくこう、なんだろう、巷にあるというか、僕すごい期待してたんで、期待 してる部分もちょっとあるんですよ。だからあのクラブミュージック の、 その入り、あの聞くきっかけ、入り口になるんじゃないかなってなんか個人的には思ってたんですけど、けど同じやっぱ聴いてる、その EDM を聴いてる人たちも同じ人間だから、やっぱりこうなんだろう、経験していけば俺らみたいな音楽が好きになる人間になる可能性だってやっぱりいる、あると思うんですね。けどなかなか多分 EDM を、 EDM って結構商業的なものがすごくこう絡んでくるものだと最近すごく思ってるんで、なかなかその企業はお客さんを話そうとしないっていうか、そう囲っちゃってる、あ、そうですね。なので、あ、ちょっと期待して損したかなとかっていう、確かに入り口ではあるんだよね。そう、だけど抜け道はないから、そこに。でもなんか僕らも過去を振り返ると、そういう音楽を聴いてきた時代って必ずあるから、まあ なんつったらいいかもう分かんないけど、まあ、ちょっと、まあまあ、期待はしてたんですよね、うん、なんかそう、なんとかしてくんないかな、ちょっとリリースしてくんないかなってちょっと思ってた、めちゃめちゃ今みたいなね、うん、もう若い子全部そっち行ってる気がするんですよ。でもいい意味であると思う。例えばエレクトロニカっていう言葉が出てきた頃っていうか、聞くようになった頃って、うん、俺は俺なりに聞くんだけど、すげえ夢があったと思うんですよね、うん、で今も、まあ、EDM そのものもそうだと思うし、うん、その残り火っていうものがになりつつあるというか、うん、またその2000年ぐらいかな、うん、レクトロニカって、うん、そうですね、あれが見せてくれた夢って結構でかい、でかい、うん、うん、フォーキーなものとか、なんか IDM のそのちょっともう構造物のなんか、なんか再構築みたいな感じだったりとか、すげえ包括的に、なんだろう、いろんな表現をなんか共用できるっていうか、さっき出た大手方もそうだし、いわゆる現代音楽とかフィールドレコーディングだったりっていうもの、そうですね、とのなんていうのか、親和性みたいなのありましたね。そうそうそう、あって、それはすごく夢見せてくれたと思うし、多分僕らにまだ残っているし、ちょっと今形が変わってきているのかなというのは、良し悪しだから、うん、なんか、まあ、EDM に関してはでも、まあ今一般的な認識ってみんなそうなってきてるし、あ、とこがある、うんうん、いや、でもいるはずだから絶対に、うん、そういう俺らみたいな、いや絶対いる、うん、ただ、まあ、開眼してないだけっていうところなるほどね、あれだと大変だからね、高ーし、あとね、そう、いやそうだな、そのヒップホップってそのね、分かりやすいからね、さらに、うん、その EDM 的な入り口になるんじゃねえかなと思ってて、うん、そのバトルなんか特にそうじゃん、うん、白黒 しちゃうしさ、うん、感じ方は違うわけじゃん、うん、あっちが勝ったとかこっちが負けたとかっていうことじゃないじゃん基本的にはね、うん、もちろんあるけどね、スタイルとして、うん、そういう分かりやすいからやっぱはとっつきやすいんだろうね、きっとって思うんだよね、うん、まあそうですね、うん、その後なんか続かない気がするんだよね、俺なので、あ、本質じゃないから、やっぱり、うんうん、まああとは伸びしろその、うん、そうですね、つかみ取った人の伸びしろが重要だし、あくまでそのきっかけとして一つ、うん、今のヒップホップってありだとは俺は思ってます、うんうん、ね、なんかこうきっかけです、あくまで、うん、でそっから、自分の中で取り込んで消化して、うん、っていうのはもうその人次第、そうね、だからそのチャンスを与えてるっていう意味では、うん、すごく貢献度というか偉そうな言い方になっちゃいますけど、うん、高いんじゃないかなって、うん、ね、個人的にはすげえ思いますね。やっぱ最近の人でヒップホップから始まる人はほぼでしょ多分、うん、きっと聞き方としてね、うん、だったり感じ方としてさ、うん、やっぱ変わってるよね、なんかその時代によってさ、俺らの時代だとヒップホップからいきなり入るっていうんじゃなくて、その以前からっていう形で入ってくるわけじゃん、そうそう、ま、ウォークディスウェイからっていうことじゃん、 あとヒップホップって僕らの時代は完全に生き方だったっていうか、そのスタイルっていうか、そのファッションもそうだし、あ、まあ、全部ね、そう、うん、車もそうだし、バイクもそうだし、全部生き方そのものみたいな、そこのかっこよさに魅了されて、そう、いわゆるもうカルチャーなんですよね、うん、ラップもそうだし、うん、DJ もそうだし、うん、でブレイクダンスもそうだし、うん、そうね、
要はもう b ボーイっていう言葉、もうダンサーでもあるし、うん、DJ でもあるし、ラッパーでもあるし、車乗ってるやつもそうだし、うん、もう結構、まあ、まあカルチャーそのもの、うん、結構全てをこう取り込んでる一つのものなのかなっていう感じ、うんうね、イメージは要素が多いからね。そうですね、うん、生き方そのものっていうか、うんうん、そう、まあ、そうだね。そこまでなんかそのカルチャーがなんか今の現状ない気がして、うん、あそういうものがね、なんか今の若い人たちはあんまりねえのかなってなんか思ってて、うん、そういうとこもなんか掘り起こしていきたいじゃないですか。そうです、うん、それを伝えていきたい。あの、うん、音楽ってそれありきなんだよっていうもの、うん、別にそれ別にジャンルじゃなくていいじゃん。ジャンルじゃなくていい、何だっていいっていう話で、うん、そこら辺もなんか思うところだから、うん、まあヒップホップもハウスでもテクノも何でもいいから、うん、とりあえずなんかね、うん、感じてもらえば、うん、そのレイブに行ったりとかするわけじゃん、うん、そういう人たちがね、うん、そこからもうまたもう自由にさ、うん、何が好きかっていうのが分かるはずじゃん、多分その若い子たちは、ね、若い子たちも来るの、やっぱイベントに意識的にもう声かけまくりますね、うん、で若い子たちにもあのそういう場を、うん、L ディープのステージをこう提供してあげたりはしてます、うん、あの僕がすごく感じたのは、うん、結構若い時にやっぱりこうやらせてもらえないとか、うん、下積みがあって、うん、ある程度こう先輩方にこう、うん、言うことを聞きつつ、うん、である程度上にのし上がって初めて出るみたいなっていうところがレコード持ちから始めて、そう、そういう縦社会、縦社会、いわゆるも体育会系の世界じゃないですか、うん、けどそのやっぱその体育会、要は何だろ う、 こう下積みを長くあのやらせればいいってものでもないと思うし、自分の中でやっぱりその人にとってのピークって、ピークタイムって絶対あるから、そこに照準を合わせてこうその下の若い子たちをリリースしてあげるっていうことをすごく重要視してて、だから僕は地元の後輩というかその仲良くしてる若い子たちにもあの臆することなくあの僕が手出すステージでやってほしいっていう、うん、であの有名な人とも対峙、普通に対峙、うん、フラットに対峙させて、うん、タイムテーブルもこう有名な人、そういう若手、うん、有名な人、うん、若手、うん、もうそこはもう、うん、そこであの感じるものって絶対やっぱあるから、やっぱりこう今僕30中盤ですけど、うん、自分でも感受性豊かなつもりではいたんですけど、うん、ちょっとこうやっぱ固まってきちゃってる部分も感じてるんですよ、うんうん、柔軟じゃなくなってる部分って否めない、うん、うん、だから彼らは若い子たちはやっぱまだ20代ですげえこう豊かな時だから、うん、そこの時期を自分みたいに逃してほしくないっていう逃してないでしょ、逃してないでしょ、うまいことやってるでしょ、いや後悔してるところすげえありますよ、あるあるある、すげえあるんですよ、あの、うん、その CD とかレコードに使ったお金返してって思うじゃん自分がこう探求して続けていくことと消化し続けていくことを続けていくことが多分それにつながってくる、なんかいい方向につながっていくのかなっていう感じは最近してます。なんかあんまいい答えにはなってないかもですけど、そのとおりだと思うんだよ ね、 なんかそのね、自分の中で消化してそれを噛み砕いて出していくっていう、それ多分時代によってまた変わってくるし、10年前だったら違う、アウトプットの仕方だと思うね、うん、そう、あ、そのインプットの部分を大事にしていく、うん、き続けることがこう自分たちのやりたいその L ディープっていうものを、うん、伝えていくことっていうのにもつながってくるかなっていう、うん、具体的なことはちょっとどうしていくっていうのは、うん、まあ、まあ、要はそういうやり方、うん、運営の仕方からも始まり、ブッキングもそうですし、コンテンツをどういうもの、うん、どういうコンテンツを入れていくかってこと、うん、どういうプロダクトを組み込んでいくかってこともそうだし、そこは細かくなっちゃうからあれですけど、うん、そう、さっき今言ってたようにそのインプットがすごく大事で、うん、アウトプットだってなんかもうインプットさえしっかりすればさ、うん、出るじゃんって思ってて、うん、それ出なかったらそれインが少ないんじゃないかなっていうのは思ってて、うん、そのアートとしてね、うん、惰性でアウトするんだったら、うん、もうそれこそなんだろう、うん、自分のもうインスピレーションも何もない状態で、うん、その前にあったことを例えば同じように再現するだけのことをもしやるんであれば、うん、その時間はそれこそもう
ぶっ飛んでるアーティストの音聞きに行って、うん、もう浴びてる方が、うん、でそこで掴む方が、うん、まあ、言っちゃえばその相対的にはもう実際レベルアップしてると思うし、うん、その食らって、うん、なんだろう、まあその芽生えたっていうか、うん、そのアンテナを常にやっぱり反射が良くなってないと何も生まれないと思うから、うん、そうね、その受ける体制っていうかさ、うんうんうん、なんだろうな、こう影響を受けてきたものを消化していく、うん、だからその先輩方が自分たちをやってることをああだこうだ多分言う人って結構いるとは思うんですよね、うん、でも引っ込んでてとは思うこともやっぱ多々あるし、うんうん、ただ彼らはその実際にそういうリアルタイムでそういうムーブメントを体感してる人たちだから、うん、その人たちの意見もやっぱ大事は大事なんですよね、うん、そう、僕らはもう映像を見今で言ったら YouTube だったり、うん、YouTube で上がってこないものもやっぱいっぱいありますけど、なんとか自分でこう探し当てて、うん、DVD ではリリースされてないから、うん、じゃあ VHS で買ってみるとか、うん、だから僕らはリアルタイムではそういうレイブカルチャーだったり、うん、バンドカルチャー、そのウッドストックとか、うん、体感はしてないから、うん、やっぱこう客観的に見て、うん、それを自分たちで取り込んでいくっていう作業をやっぱしていかなきゃいけないんですけど、うんうん、でも逆にリアルタイムで見てないからこそ新しいものっていうかそのオリジナリティあるもの、うん、消化っていうものができるのかなとも最近は考えてて、だからリアルタイムの人にはもう表現できないような表現の仕方が、うん、僕らにはできるんじゃないかなとは今は思ってます。だから結構前向きな感じでは、うんうん、現在進行形のその感覚とかって今生きてるからこそ得られるもので、うん、過去のアーカイブに関してもそれまあ拾おうと思えば、うん、ある程度は拾えたりとか、うん、まあでもその結局定義を自分の中に置いて、うん、それで初めて物見れるわけじゃなくて、うん、現場に行って感じて、うん、そこでやっぱりなんだろう、今のもう言っちゃえばコンテンポラリーっていうか、うん、その現在音楽みたいな、うん、現代音楽というか、うん、今時点の感覚みたいのは、うん、ビシバシ感じてる人間だから表現できることもあると思うし、うん、あとその言っちゃえばもう過去も未来も人間の持ってるその潜在的なポテンシャルっていうか、その知覚できるそのなんだろう、言っちゃえば原理原則みたいな一緒だと思うから、まあ地球の裏側にいる人もさ、今ここにいる自分もさ、まあ深層の部分で感じるのって多分一緒だから、そこに対して訴えかけるっていうか、それもバンドでも DJ でも、うん、みんな同じくそこ狙ってると思うし、うん、まあそうだよね、原始的だよね、うん、すごいね、うん、そうですね、原始的ですね、そういう部分って感じで言ったさ、うんうん、快楽の原則っていうか、そこにまあ進化があるってそうやっぱ思うのみんな一緒だと思うから、うんうん、そこをまあそのレイブカルチャーならではの、うん、そのそこに対しての訴えかけみたいのができればね、うんうん、ベストだよね、それを強くね、押し出さないとね、やってる意味もないし、伝わらないし、絶対に。ただやっぱりその昔のその当時のそういう、なんていうんですか、ヒッピームーブメントっていうのですか、やっぱ原点はやっぱそこに、そのアウトサイドで野外でやるっていう、その音楽を鳴らすっていうの原点はやっぱそこにやっぱあると思うから、そこにはすごくこう敬意を表しつつ、ありがとうございますっていう念も込めつつ、でも形的にはやっぱ村にするし、だからそこはそのまま、ただその中身の部分をこうな、そうですね、そのイベント自体の中身もそうだし、人間の来てくれる人のその意識の部分とか奥底の部分をこう拡張し、意識を拡張し続けることもそうだし、まあ新しいものをどん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 その形の中でこうやらせてはもらうけど、うん、その中で新しいものをさらにこう構築していく作業っていう、作業って言っちゃダメだ、作業じゃない、霊媒、うん、霊媒みたいなもんだよね、まあ、感じてそのあるものをテレパシーで伝えるみたいなさ、うん、そのお互いにさ、うん、もう離れたところにいる人間に対してさ、うん、もうシナプスを飛ばすじゃないけど、
うんうん、まあそうだよね、絶対その表現する上でさ大事なことで、別に音をいっぱい並べればいいわけでもなくて、伝えたいものを一個置いてそれが伝わるんだったらそれが多分シンプルベストで、うんうん、それができた方がかっこいい、かっこいい、うん、ジャーンって言ってああみたいな、うん、それが究極な形だと思ってて、やっぱりそこまでまでにはやっぱりその鍛錬が必要だったり、うん、それが音楽聴くことだったり、まあ、レーブに行ったりすることだったりすると思うよね多分、うん、なんか感じていこうっていうさ、うん、捉えていこうっていう気持ちがないと絶対出てこないから、うん、アウトはできないじゃん絶対に、うん、そんだけあすごいものを感じないと、うん、でそれを提供する側に今立ってるわけで、そこをすごく重要してなんか、うん、うまいことやりたいなっていうのがあるよね、うん、絶対アンテナをアンテナ張っててくださいってもう言いたいけどでも強制的にアンテナを張らせるっていう、まあ、そうです、立ててやればいいから立ててやればいいからその後はもうその生かすも殺すもその人の一人一人だから、うん、もう手から離れてるわけで、ね、ほこりかぶってんぞぐらいの、そうそうそう、うん、そこまで面倒見きれねえじゃん一人一人大多数をさしたいからさ、うん、まあ、個人的なものなんだけど、うん、後なんてすごく、うん、でもそれをなんかね受け取ってもらいたいわけで、うん、どんどんなんか似たような人欲しいじゃん、もう増えてくれたら嬉しいですね、いやそこを一番に、一番でもまあいろんな一番がありますけど、うん、まあ結構そこは大事にしていきたいなっていう部分ですね。うん。オーガナイズして。最初ひどかったっすよ。だって最初はもうやりたいやりたいだけだったんで、やっぱりでもみんなそうだと思うんですよ。DJ もバンド、ギターもベースもドラムもみんなやりたいやりたいからじゃないですか。かっこいいやりたい。動機はそこ、うん。でも最初は本当ひどかったです。僕もそのいろんなレイブパーティーをやってきたんですけど、うん、あとクラブイベントもずっとやってきて、うん、もう10やりだしてもう10年以上経つんですけど、うん、もう最初は本当やりたいやりたいの一本で、うん、やっぱ結構ね怒られたりもしましたし、あまあね、うん、それはしょうがないよね、赤出てんぞっすね、知らないしね、うん、そうです、ね、うん、やったらなんかできんじゃねえかぐらいじゃん、うん、絶対何事もね、うん、そうなんですよ、経験した分全然いいじゃん、そうですね、活かせられるじゃん、だからそれ今は結構まだ集大成って言い方もあれあのおかしい、あのまだまだだと思ってますけど、うん、あの今はそれをその経験をようやくこう出せる年齢にもなってきたのかなっていうところはありますね、多分彼も今表現したいことを今まで溜め込んできたものをすごくこうリリースしてると思うし、うん、発信してると思うんで、そう、L ディープってそういう集まりですね、なんかこう溜め込んできたものを一気にみんな全員が放出してる感じのイメージですね、アウトする場所ってことですね、そうです、なんか傍観者がいないっていうか、みんなもうその、うん、なんだろう、そこで何が面白いかっていうのを表現する人間がすごい多くて、うん、そのやっぱり大概って、まあ、その場所によるし、うん、そのまあ、どういうクルーかどういうアウトの仕方してるかによるけど、うんうん、その DIY っていうか、うん、そこに関してすごい強いなってやっぱり思う、うんうん、その僕は住んでるところも離れてたりするし、うん、その企画の会議に、うん、まあ、参加できてるかっていったらそうじゃなくて、うん、まあ、どうしたらいいかなみたいな話を、うん、まあ、あのするっていうところにとどまっちゃってる部分あるんですけど、でもやっぱりその提示されるものだったり、そのマーケティング そのアプローチの仕方だったり、そのフックアップする気持ちがすごく強いっていうのがやっぱりやりがいを本当に感じる部分 で実際現場に入ってみたらそれがもうなんだろう、露骨に感じるっていうか、すげえみんなぶちかましてるなっていう、うん、そのやっぱり、ね、絵がね、絵もそうだし音もそうだし、まあ、そのフードにしてもそうだし、みんななんかその表現、うん、にそのなんだろう、そのクリエイティビティを発揮しに来てるっていうか、うん、踊ってる人とかもやっぱりみんなそのなんだろう、淡々と踊ってるっていうよりは、うん、もうほんと服なんかもう寒いのに上半身裸でなんか小無双みたいな人がいるとかすごいね、すげえ上がるなみたいな、そんなんかね、境目ないのは絶対いいよね、うん、その踊りながらもう
最初踊ってたかもしれないけど、なんかいつの間かステージにいるみたいなさ、それが循環していくわけじゃん。ステージにいた人も降りてさ、もう聞いてるわけじゃん。なんかそれって一体感だったり、なんていうかその境目ないっていうかさ、なんかもう人が生きていくこと自体がもうすごくクリエイティブなことだし、単純にもうどう生きていくかとか、どういうふうに自己表現していくかってすごくこうなんかクリエイティブな気がしてるんですよ。まあそうね。そうそうそう。人生そうだね。いや人生そうじゃないですか。その感覚にみんななんかこう当初のその昔の人たち、昔の人たちっていうか昔とはまあまあ違う言い方違うかもだけど、そのあのリアルタイムであれを体感してきたときは、こう自分を持って自分のスタイルを持って自分をどう表現していくかとかっていうのにすごくこう力を注いでた時代だと思います。エルディープに来る人たちもそうなってほしいなって。で、あのそれができている人たちを僕はもうフックアップ、ブッキングしてると思ってるし、そういう人たちを見てほしい。まあそれが伝わるよねきっとね、絶対に。まあ。言ったらやばい音楽ももちろんそうですけど、あそこに携わる人たち、こういったもう当初のものをこう見てきて影響を受けてきて自分の中でこう消化してる、表現してるっていう人たち、その生き様を見てほしいっていうか、音楽ももちろん絵も見てほしいし、飯も食ってほしいし、いいものに触れてほしいし、自然も感じてほしい、それは当然なんですけど、まあ、やっぱ一番はそこに携わるとか、それを見に来る関わっている人っていうものを、人を見てほしいかなっていう気持ちもあります。そうだね、大事なんね、それがね、何しに行くってなってね、まあかっこいい人がいたら行くわけだから。音楽の評論とか絵の評論とか、評論なんて誰だってできるんです。でも、でも理屈じゃなくてやっぱ感じるものっていうところ、そこを大事にやっぱしていきたい。そうね、インしてもらいたいから、そうです。で、まあ、それをなんかうまいことね、生かしてくれる、っていうのが多分そのね、やる側の人間としての思いじゃん、それをなんかね、場を増やすだったり、回数増やすだったり、いろいろあるわけじゃん、今できることが、そういうのをやっていけたらいいんじゃないかなって、多分近いと思うのね、多分レーベルとかやるのも、その好きなアーティストのその曲を聴いてもらいたいとかさ、イベントを楽しんでもらいたい、一緒やん基本的にはね、そのいいと思ったものを紹介して、紹介っていうかなんか、自分の作品もそうだし、誰かの人の作品もそうだし、そういうのがなんかもっとうまく伝わんねえかなみたいな、あれはあるんだけど、一生の課題です。そうやってる人が永遠ずっとそれが付きまとうから、どうやったらこういいんだろうみたいなさ、それを悩みながらやらないといいもんできないと思うし、時代にも合わせていかなきゃいけない気がしますしね。ある程度はね、難しいですよね。難しい。今特に。そう。そう。もうちょっと早く生まれたかったよ。それです。毎回もう。一回な携帯でミクシーって流行った時あったじゃないですか。あの時に情報流れて、今日どこどこの山で、何々県のどこどこの山でパーティーがあるからって行ったらガセだったみたいな、何にもないって最低だね。やりきれない。最低だね。すげえ酒買い込んで、もうやる気満々でこう行ったらもう何にもやってないみたいな。インドのゴアとかでも結構多かったらしい。みんななんかの原付二ケツで、どこどこの山でやるって言って、みんなバーッと集まったらやってないみたいな。そうだね、なんだっけ、ゴルゴ内藤さん、違うわ、あの太陽と風のダンス、あの本あるじゃん。あれでも世界をこうレイブ巡礼していく話じゃん、あれって。インドとかそうだったかも、あそこでレイブやってるらしい、パーティーをやってるらしいっていう、その情報だけを頼りに行くみたいな。そうそうそう、レイブもなんもないから、今結構ガセネタ結構今多いんじゃないかなとかも思いつつ、それを見極める力もつくじゃない。そう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 、一回失敗したら結構構えんじゃん。そうですね、昔はでも行ってさ、あんまり場所もよくわからないからさ、大体ここら辺で感じで行って、ナビとかなかったじゃないですか、ね、車に。とりあえずもう車のボリューム、カーステボリューム下げて、そう、窓でどっか音聞こえて、ズンズン来たら近づいたらなとか言って、タッチっぽいみたいな感じで、そう考えてやっぱその、なんていうの、
感じる力が強いよね、やっぱね、うん、そのやり方は、うん、そこにあるっていうのを鍵当てるみたいな、そうですね、いや、分かる分かる、すげえ分かるわ、でもね、情報だけで言って、やってるのと違うわけじゃん、うん、曖昧な感じだけど言ってみて、聞き耳立ててみたいな、まあ、ついた時の喜びみたいな、ね、半端ないね、うん、アナログの方がね、特にね、うんうん、そうですね、もうだからやっぱ DIY なんですよ、そうね、うん、絶対企業に乗れないっつって、うん、そう大事だな、その精神が、うん、行き着くしね、そこに来て、うんうん、そうなんですよね、どうしても行きたくなければ行けないみたいな、うん、どうしても感じたいと思わなければ感じられないみたいな、うん、うんうんうん、まさに今日もそういうことだからきっと、うん、まあなんか知らないわけじゃん、うん、ここも初めてなわけでしょ、初めてで、やっぱそれって何かしらのねきっかけがないとさ、うん、来ないし来れないから、うんうん、なかなかの奇跡じゃん人生はそういうなんかねことを増やしていく、そうですね、お互いにね、そのイベントだったり、そうですね、だったらレベルで、うん、そうですね、うん、自分じゃ分かんないんですよね、うん、その感覚が、頑張ってないんですけど、頑張ってんのかな、もう頑張ってる、頑張ってるって、頑張ってるっていうか、ビシバシ感じてるよね、うん、まあそれ大事だね、感じれる人がほぼだから、うん、まあ今は本当にアウトプットしたくてしょうがないんですよね。あ、すげえいい時期じゃんそれって、うん、って思うの俺は。で、ありがたいことにまだまだネタが尽きないっていうか、湧いてくるっていう今状態ですね、うん、ここ何年かはずっと、うん、新しいものもどんどん生まれてくるし、うん、明日越したいとか、うん、すげえいい状態じゃんそれずっと続けていけたらいい、ね、そうですね、うん、引き下がるつもりは全くないですね、もう今は攻撃的にゴリゴリにロックしていきます、そうね、ロックしていこう、合言葉はロックって思ってます、ね、僕はインスタグラムであげたんですけど、合言葉っつってロックっつってポカーンとしてるでしょ、分かるわその気持ち、ロックしたいもんね、ロックしたい、ロックしてもらいたい、そしてそうね、みんなすりゃいいのにね、いやね、うん、なかなかできないのかな、うん、何なんですかね、今どうでもいいじゃんってロックしちゃいなよみたいな、うん